遅かったわね。サツキちゃん生きてる。死にかけて連れてきた。アイコの大群も涅槃の中心へ行った。人知の及ばない世界よ。見なさい、知識のセフィラが涅槃の目覚めに反応している。この校舎はもう数分のうちに壊れるわ。すぐに幸せの石で帰った方が身のためよ。あなたはどうする？サチに壊された。先生、どの道みんな死ぬ運命だったみたいね。参ったな、バルド。心配してるかな。サトシ君。はい。君の世界にいた私は。いい先生だった。え？中島さんが言ってたっけ。確か、ゆい先生。はい。君の世界って、なんでそのこと知ってんだよ。ミスト君も言っていたでしょ。オーラの色でわかるの。あなたたちは違う過去に存在していた人。確かにユイ先生は面白くてドジで最高の先生だよ。でもクオン先生だってユイ先生と同じくらい優しくて楽しくてさ。私も先生のこと大好き。ありがとう。後悔もいっぱいあったけど、今の言葉で救われたかな。天才と呼ばれたあんたでもそう思うのね。計算の技能が早いのと、いろんな知識が豊富だったのは、単に私が異常な脳をしているだけよ。天才とかそんなのじゃない。こんな寿命まで見えてしまう人生に、あなたは魅力を感じる？その時計。
寿命時計。最後の一秒まで無駄にしたくなくってね。ママに能力を使って命を削り続けてきたあなたは、肉体年齢は90を超えて寿命が近いって聞いてはいたけど、あの噂は本当だったみたいね。私がこの柱を破壊するわ。みんな下がって。あの子の霊力があればできる。計算上だけど間違いないはずよ。クオン先生。私がいなくなってもあなたたちの人生は続くよ。どんな困難にも負けないで。先生。みんな元気でね。やだやだ。中島さん、サトシくんちの温泉は体も心も癒してくれるわ。またユカちゃんと一緒に入るといいわね。岸沼くんは小テストちゃんと受けること、山崎先生に話してあるからね。ああ。やだもう、二人とも泣かないで。男の子でしょ。早く、もう時間がないわ。柱も私も。忘れないでおくわ。あんたっていう天才を。マルトゥバは心霊医療から手を引く。約束してね。アイコは私が守ってあげる。思える。なんて幸せなんだろう。
サトシ君。先生。出会えたことがもう奇跡なんだよ。死ぬのは怖くないって思って見ていた私の時計、寿命が来れば消えればいい、それまでただやることをやるって考えて生きてきたの。あなたに出会って生まれて初めて恋をして、生きたいって思った時、時計のカウントが減らなくなった。恋っていいね。別の世界から来たあなたは、私と出会った最初の日のこと、きっと知らないだろうけど。元の世界に戻ったら、また違う先生が君と出会うのかな。ちょっと悔しいけど、私じゃない先生によろしくね。バイバイ。先生！大丈夫、あゆみちゃん。すごい自信だったわね。急がないと。
いよいよね。アイコさん、お願い、もう引き返して。くどいわよ。お願い。アステマトンになるかもしれないから言ってるの。あなたが。みんな、ど
うか生き残って。私決着をつけてくる。ないわ。今までいっぱい悩んで逃げて後悔してきた。関係ないって自分の殻に逃げ込む癖がついていたけど、道はこっちにはないって気づいたんだから、覚悟したんだから。見ててお姉ちゃん、目は閉じない。呪術を使いこなせ。